クレッシー急走高巡洋艦は、イギリス海軍の巡洋艦。1901年から1904年に6隻が、巡航した。アブーキや、クレッシー、ホーグの3隻は、第一次世界大戦中の1914年9月22日、北海で当時として、最新兵器であるドイツの潜水艦、UQ の攻撃により撃沈され、図らずも、潜水艦の有用性を身をもって示した。 未だホブネ時代のデザインが色濃く残る時代のイギリスらしく気品ある印象を受ける。船体は朝鮮首労型である。艦首から新設計の1897年型23.4センチメートル砲を単装砲塔で一気、司令塔を組み込んだ操打環境に組み込まれた炭膀章、その背後に4本煙突と水の間は関西定スペースとなり、 水ン基部に設置されたジブクレーンにより、甲板から海上に関西艇を下す。探訪ズンを組み込んだ、後部環境から一段下がって、後部炭素手法等を配置した。艦尾には、古い時代の艦船らしく、艦名を記入したスタンウォークが設置されている。なお、写真の船体原則の二つの黒いものは原則に吊るされたカッターの影である。 主砲塔は一等防護巡洋艦パワフル級より受け継いだ1897年型マークパチ 23.4cm 砲である。これを単層砲塔形式に収めた。副砲は小ネ時代のように原則に開けられた原文から出された。後にこの配置はケースメイト式配置につながっていく。副砲として1901年型マーク 75.2cm 砲。 を採用した。搭載方式は独特で、前後環境脇に上下に2機系8問と、第2甲板中央部に等間隔で2問ずつ、計4問の計12問搭載した。後に、英国装甲巡洋艦の標準的複砲配置と、され、日本や南米に輸出された装甲巡洋艦は、漏れなくこの形式である。しかし、複砲を上下に配置する、この方式は、 下段砲が海面に接近しすぎて波浪で射撃操作が困難になりやすく設計部に将兵からたびたび苦情が行っていたようである。その他に耐水雷低用に1 8 8 6 6トル砲を単装砲がで14本4 5トル水中魚雷発射管2機を装備した。船体は長さ 幅の比率が6.3という巡洋艦にしては超えた船体を有しているが、船手楼側が痩せていて、高天下では度々上下に激しい縦揺れをもたらし、複方の装備位置が低すぎて海中に潜るという欠点を有していた。本級は減速防御に 152mm 走行を前後の環境の間に張り、艦首から全環境までを 51mm 走行を張るという、 重装交換であったが、水中からの攻撃を考慮していない時代であったため、クレッシーは、魚雷2本の命中でわずか15分で海底に没した。水雷防御の不足は、英国式設計の泣きどころで、後々まで足を引っ張ることとなる。ありがとうございます。